こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということでちょっとね、1日出遅れてしまったんですけども、リゼロコラボやってきました。まずね、無料引きます。いやー、なんだっけ、生配信、あ、公式生放送でさ、コラボ復刻が発表されるってなって、いや、誰っていうかなんだろうと思って、私ゴールデンカムイが実写化決まったじゃないですか。だから、まああれ正式に発表されてんのか情報漏れちゃった感じなのかよくわかんないけど、いや、だからゴールデンカムイだろって思ったんだよね。違ったね全然違ったよね。はい、ということで、まあ早速ね、リゼロコラボね、引いていこうと思うんですけど、私個人的には、あ、そっか、これコラボジェムだもんね。そうだそうだ、あのね、名前が、ごめんなさい、ちょっと待って、今見るからね。名前ないんだっけこれ。あ、エミリアかな。エミリアを弾けました、私は。以前ね、この右側のエミリアを弾くことができたのと、あ、ベアトリスもいるね。あれ、ベアトリス、そっか、じゃあレムとラムがいないんだ。はいはいはい、まあ、パワーアップしたということで、ぜひ弾いていきたいなと思います。武器系は私結構新装備にできるじゃないですか。確かめちゃくちゃ確かサボったので、ちょっとね、今回は頑張りたいなと思っております。じゃあ早速ですけども、こっちは優勝だった、これだね。コラボユニットガチャ、11連引いていきたいと思います。一応見ますと、まあ確率はね、いつも通りだと思うんですが、4ですね、4%。いきます。最近グラ様運本当にないの。レイアス普通だね。ワンチャンガナンさん来るか、あとは新演出見たいけどね。皆さん弾けましたかね。もう昨日弾いた方がね、ほとんどだと思うんですけど、うわー、もうやだもうやだよ。いや、本当に弾けないんだけど最近グラ様、どうしてなんだろう。新演出全然ないし、止まって、いや、え、ちょっと待って、人間ですらないじゃん、ダルギオンパイセン。いや、正直ね、深追いする気はあんまりないんですよね。なのでちょっと交換しちゃいますね。で、ちょっとその装備の方を頑張ろうかな。だからコラボ、いや、どうしようかな、錬金も欲しいとこだけど、虹にしようかな。いや、待って、138個もあるよ。でも、どうしよう、待って、錬金は ?8 万もあるわ。虹でいいかな、やっぱり。虹貴重だからな、なんだかんだ。はい、ということで、リゼロコラボ弾いてみました。皆さんのね、結果もね、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ね、すごいね、どうでもいい自分の雑談なんですけど、最近その家用のメガネ作ったんですよ。って言ってもこういうパソコンとか見るときだけなんだけど、なんか左が見づらい気がするんだよね。眼科で処方箋作ってもらって、その時はそんな感じしなかったんだけど、ね、でも結構見てたらそういう後でちょっと、なんか合わないとかさ、まあ、その日の目の調子もあると思うんだけど、なんかあるよね。ぜひメガネボーイ、メガネガールいたら教えてください。はい、ということで、どうでもいい話すいません。よければですね、チャンネル登録と高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。